カーボンニュートラルは環境科学の用語の一つ。日本語では炭素中立という。何かを生産したり、一連の人為的活動を行った際に排出される二酸化炭素と吸収される二酸化炭素が同じ量であるという概念。環境省のカーボンオフセット制度の定義によれば、市民、企業、NPO、NGO、自治体、政府等の社会の構成員が 自らの責任と定めることが一般に合理的と認められる範囲の温室効果ガスの排出量を認識し主体的にこれを削減する努力を行うとともに削減が困難な部分の排出量についてクレジットを購入することまたは他の場所で排出削減、吸収を実現するプロジェクトや活動を実施すること等によりその排出量の全部を埋め合わせることを言いますとなっている 人間活動で排出する温室効果ガスの量よりも植物や海などが吸収する温室効果ガスの量の方が多い状態をカーボンネガティブ人間が何らかの一連の活動を通して温室効果ガスを削減した際排出される量より多く吸収することをカーボンポジティブ前者は日本においてはカーボンマイナスとも言うカーボンニュートラルな植物利用と炭素量変化の流れ 1. 1何もない状態に木を植え、木が成長する。2酸化炭素を大気中から吸収する。3、木が成長をほぼ終える。4、木を伐採し加工する。木材と木くずなどが出る。5、木材を紙、建材などに利用する。木くずはさらに増える。6、紙、建材などはやがて焼却処分される。2酸化炭素が大気中に戻る。 キクズやモエカスの灰は地中に入る。七、キクズやモエカスの灰は微生物に分解されて二酸化炭素やメタンとして大気中に戻る。色の説明、大気中の炭素水色植物の中、暮らしの中の炭素から薄いピンク色地中の炭素から薄い茶色このようなサイクルを持続的に繰り返すのがカーボンニュートラルである。ただし、 この図には木材化工事などに化石燃料を使った場合の CO2 は含まれておらず全般において再生可能エネルギーを使うものと仮定している。例えば植物の体は全て有機化合物でできている。その植物が種から成長するとき光合成により大気中の二酸化炭素の炭素原子を取り込んで有機化合物を作り植物の体を作る。 そのため植物を燃やして二酸化炭素を発生させても、空気中に排出される二酸化炭素の中の炭素、原子はもともと空気中に存在した炭素原子を植物が取り込んだものであるため、大気中の二酸化炭素総量の増減には影響を与えない。そのため、カーボンニュートラルと呼ばれる。カーボンニュートラルは、厳密には、植物由来燃料、原料の燃焼、 分解に伴って排出される二酸化炭素の量を基準にし、元となる植物が成長過程で吸収した二酸化炭素の量がそれと同じ量となることを指す。ここでは元となる植物が成長過程で大気中以外から吸収した炭素、落葉などによって成長過程で地中などに固定される炭素、植物由来燃料、原料が製造される際に製品化されずに余った。 炭素などは考慮に入れないが、ここまで考慮に入れた場合でも、カーボンネガティブになることはない。現在、地球温暖化の進行とそれによる諸影響が問題となっている。地球温暖化の主な原因の一つとして、大気中の二酸化炭素の濃度が上昇していることが挙げられ、二酸化炭素の濃度の上昇を抑えることで、地球温暖化の進行を抑えようとする動きがある。 この動きの中でカーボンニュートラルという概念が頻繁に登場するようになった。カーボンニュートラルには三つの大きな問題点がある。一つ目は植物由来の燃料を作って利用したとしても製造、輸送の過程で少しでも化石燃料を使えば排出量が上回ることである。植物の栽培、伐採、製造、輸送などの全ての過程を製品ライフサイクルというが ライフサイクル全体で排出量、吸収量を考え、そこで両者が同じ量になって、初めてカーボンニュートラルになる。化石燃料は口述の通り、化石燃料の燃焼によって排出されたに、酸化炭素を地中に戻す手段が乏しく時間も長く、かかるためカーボンニュートラルとはみなせず、化石燃料の燃焼によって排出されたに、酸化炭素のほとんどは大気中に残ると考える。 そのため、化石燃料を少しでも使えば、長期間地球を温暖化させる能力のある二酸化炭素を大気中に長く滞留させることになる。実際、アメリカ合衆国で生産されるバイオエタノールは、生産段階で大量の化石燃料が使用されており、逆に環境負荷を増やす結果となっていることが指摘されている。結果的に、ライフサイクルアセスメントを通じて、 カーボンニュートラルを達成するには、再生可能エネルギーを導入するなど、多面的な対策が必要となる。二つ目は、カーボンニュートラルには再生力が必要なことである。ここでの再生力とは、植物由来製品を燃焼、分解して出た二酸化炭素を、早く確実に地中に埋め戻す能力のことである。具体的には、植物由来製品の原材料を生産する森林や、 農場を適切に管理し、植物の栽培や育成を維持することが必要である。これを行わなければ、植物由来燃料は、化石燃料と同じように、長期間地球を温暖化させる能力のある二酸化炭素を大気中に長く滞留させることになる。三つ目は、土地の問題である。カーボンニュートラルを拡大して、化石燃料、原材料を、植物由来燃料、 原材料に転換していくと植物を育て保全するための広大な土地が必要になる。国家レベルでのカーボンニュートラルに必要な面積はカーボンフットプリントで表すことができる。例えば日本では国土面積の約7倍にあたる269.7万ヘクタールがさらに必要だとされており、世界全体でも原存の工作地、牧草地、 森林の合計面積の1.2倍に当たる1.065がさらに必要だとされ、すべて賄うのは難しい。これを改善するためには、二酸化炭素吸収能力や成長サイクルの早い植物を採用したり、燃料や原材料の利用効率を高めて、生物生産力を向上させる必要がある。本来ならば現在過剰に排出されている量と同じ。 量のに酸化炭素が吸収できるように植樹するなどして国家あるいは地球全体でに酸化炭素の排出量を吸収量で相殺することが真の意味でのカーボンニュートラルである。このようなことからカーボンニュートラルを達成するのは容易ではない。ノルウェーが目指している国家単位でのカーボンニュートラルはこれに当たる。戦後のエネルギー革命により石油、 ガスの普及に伴う炭の需要源で山林が荒廃した。焚き木ストーブは暖炉と共にカーボンニュートラルの観点からも見直されている。近年の動きを見ると、カーボンニュートラルに近い植物由来のバイオマスエタノールなどが使われたり、持続可能性を考慮した上で焚き木、枯れ草、木質ペレットなど植物由来燃料の利用が行われたりしている。 また廃棄後に焼却されて二酸化炭素を排出する一方で吸収はほとんどない石油由来のプラスチックの代替としてトウモロコシなどを原料とするバイオプラスチックが製造されている2007年4月ノルウェーのイエンス・ストルテンベルク首相はカーボンニュートラルを2050年までに国家レベルで実現する政策目標を打ち出した国家レベルでこのような政策が決定されたのは 初めての例だとされている。また、同年12月、コスタリカのオスカル・アリアス・サンチェス大統領は、2021年までに国家レベルのカーボンニュートラルを実現する目標を発表した。海外においては、ニケ、グーグル、ヤフー、マークススペンサー、香港・上海銀行を出るなど、大手企業が自社のカーボンニュートラル化宣言を行い、 温室効果ガス削減に取り組んでいる。日本においてもグリーン電力証書を活用した企業の温室効果ガス削減が行われている。しかしながらグリーン電力証書については追加性の要素が不足しているとの声もあり、環境省で取り扱い方針を検討中である。さらに2020年10月に菅総理が所信表明演説で2050年にカーボンニュートラル。 脱炭素社会の実現を目指すと宣言した。この宣言によって自動車業界はカーボンニュートラル化に必要なこととして車の使用時での CO2 排水を抑えるだけでなく材料や部品、ガソリン燃料などの製造の段階で発生する CO2 を抑えるとともに自動車の電動化を計画している。また大手自動車メーカーのホンダは2021年のシーズンをもって パワーユニットサプライヤーとしての参戦を終了することを発表した。近年、カーボンニュートラルなエネルギー源として、バイオエタノールの需要が急速に高まっている。これが、穀物市場における食料とエネルギーの資源争奪を生み出し、穀物価格の高騰とそれによる貧困層に気が利きという新たな地球規模の課題が登場している。カーボンニュートラルに向けて、 コスト課題が浮き彫りになっており、日本に先行して EU は複数のシナリオを招いた結果、電力単価が3から7割上昇すると見込まれており、研究開発の進展が必要とされている。日本は再生可能エネルギーが世界各国に比べて高コストであるの同時に地理的条件から再エネフ損量が限られているため、一定量の導入確保には、 むしろ開発費用が上昇する可能性があるため国民負担を最大限抑制するぐらいのコストダウンを大前提とした政策を講じる必要がある。環境省カーボンオフセット日本暖炉ストーブ協会人にも環境にも優しい暖炉焚き木ストーブ2021年4月23日閲覧カルボンエネルギーニケパーパスハットアワーカミットマンツ Google Sustainability ハットビカミング a ネットゼロバンク HSBC ホールディングズ、PLC ハット環境省2050年カーボンニュートラルの実現に向けて www.env.go.jp 2021年6月23日閲覧自公開2050年カーボンニュートラルに向けた取り組み説明改装理方針に貢献するため 自動車業界を挙げて、全力で、チャレンジ本田会一撤退の理由。カーボンニュートラルとはそもそも何カーボンニュートラルに向けた課題。NPO 法人国際環境経済研究所。実質ゼロコスト面で課題。EU は、電力単価3から7割上昇電気新聞。ありがとうございます。